はい、ではドラゴンクエストヒーローズの続きをやっていきます。ですね、今回は、ダークドレアムですね、グオーンとゾーマを倒しましたので、残っているダークドレアムに挑戦したいと思います。これですね、ダークドレアム、2回ほどですね挑戦はしたんですが、1回目はまだレベルの低い頃に、2回目は割と最近に挑戦したんですが、意外とすぐボコボコにされてですね、すぐ死んでしまうという。で、ちょっと行きたいと思います。ちょっとですね、このとりあえずこの強化攻撃はですね、とりあえずなんだっけ、怒りじゃねえか、あれでなんだっけ、凍てつく波動か、ピサロの凍てつく波動でね防ぐと。やべ、おお、うわ、あかん、回避できひん、あれは遅いんかな、回避が。うわ、え、ちょっと待って、これどうしたことだ、どこや、来たの、どれ、どこや、よいしょ、よし、痛いな、結構痛いな、これ、おーわ、怖い、あれ何、ああ、びっくりした。でもそこそこ、まああくまでそこそこやけど、ダメージを与えれてる方かな。ああ、これ、はいなぁ、ありんやな、よいしょ、よいしょ、どこや、いや、これいや、怖っ、それな、回避の仕方がわかんのよね。あ、いけた、あれ、ちなみに即死攻撃なのでですね、なかなかあれとグランドクロスが即死攻撃ですぐ死んでしまうんですよね、自分は。よし、いけるね、これいけるよ、なんかいけそう、今回。これが即死攻撃ですね、グランドクロス。最初に出る白い光をの上では大して効果はないんですが、効果ないというかダメージはないんですが、その後に来る攻撃波にダメージがあるということで、焦らずに避けるということが大事だそうです。よしよしよし、いけるよ、これいけるよ、いざろう、ちなみにですね、操作するピサロと、まあ、テリーには、あー、しまった、見てなかった、ピサロとテリーには、それなりの装備をして、アクセサリーか、それなりの装備をさせてるんですが、とりあえずデシカとテリー、あー、じゃね、アクトか、アクトは大体、アクトさんはあれですね、あの、よいしょ、怒りのタトゥーですね、怒りのタトゥーを3つ装備させて、ジョージ MP0 の代わりに、よっしゃ、倒した、ジョージ MP0 の代わりに、攻撃力が上がると。ジェシカは操作リーディングを3つ装備させて、基本パラメーターアップですね。
やった、カオスさん。危なかった。シルバーか。シルバーやな。いやー、なんとか倒したな。よかった。はやぶさ切り。いやー、ぶね。シャロさん。シャロさん。よかろう。天下無双。ほな。ちなみにですね、もう、ダークドラゴン倒しちゃったんで、もうさすがにすることがなくなったので、どうしようかなと思いながら、なんですが、はぐれメタル、はぐれのオーブを入手。どうしましょうかね。所詮私の敵ではなかったな。はい、ということで、祠の探求者を、トロフィーを取りましたね。とりあえずこれによって、ゾーマ、ダークドレアム、ブオーンという歴代ボスのダウンロードコンテンツ参戦が終わりました。はぐれのオーブは、ちなみに、今まではメタルキングのオーブだったのか、はぐれのオーブは、HP が減るが呪文耐性が 80% アップ。HP が減るっていうのはどれぐらい減るんかっていうのが気になるところですが。はい。ということでですね、大体、ドラゴンクエストヒーローズのやることは、すべて終わったかなと思いますので、まあ、ね、ドラゴンクエストヒーローズの実況もこれで最後かなと思います。またですね、日を改めてというか、次回の実況動画としては、やりたいものは決めておりますので、またそのうちですね、明日か明後日か2、3日後か4、5日後かぐらいには、1週間以内です。1週間以内までにはですね、新作の実況を上げていけたらと思っておりますので、その時はまたよろしくお願いいたします。それではドラゴンクエストヒーローズ闇竜と世界中の城、実況はここまでとしたいと思います。長いこと皆さんありがとうございました。またお会いいたしましょう。またねー。